突然だが俺は犬が大の苦手だ。また随分と突然だな。幼少期に祖父母の家で飼っていた雑誌犬に至近距離で吠えられ、学校の帰り道に野良犬に追いかけ回され、友達が悪ふざけで飼っていた犬を3匹けしかけてくると散々な目に遭ってきた。何お前、前世で犬虐殺したりしてた。呪いの類なのかこれ。なら僕のことも怖いだろう。震え上がってみろわん。またなんか出てきたよこのチャンネル。悪いガキ飼いの犬は怖くない。ケムクジャラが怖いんだ俺は。あれ犬というか動物苦手だろ。なんだつまらないわん。せっかくゲストに来てしこたま驚かせてやろうと思ったのに。うわ原作通りなんありそうな性格。こいつ様ふざけるなよ。お、なんだブラッカー。珍しく苦言を呈してくれるの。愛くるしい獣枠は我で間に合っておるのだ。故に即刻立ち去れ。そんな枠はそもそもない。愛くるしい獣枠かな。僕がどうしようが僕の勝手だわん。たくようこれだから犬は。いや俺、ここはクールになれ。理想のあのお方の勇姿を見て冷静沈着な心を保つんだ。ほう、貴様がそんなにも支持する奴がいたのか。誰だ誰だ。やっぱボスは最高だな。うやえむくじゃらやん。バカ野郎、ボスは例外中の例外なんだよ。いいだろう、ボスの良さがわからないお前たちに説明してやろう。耳の穴かっぽじって耳クソ全部出してよく聞けや。だね、俺耳ないんだが。ボス、ことドギークルーガー、特装戦隊デカレンジャーの登場人物であり、犬のような姿のアヌビス星人という宇宙人。デカレンジャーでは惑星間移動が可能なほどに文明が発達。ただ同時に宇宙の各地で異星人の犯罪者、通称アリエナイザーが犯行を繰り返し、そのため宇宙警察がそんなアリエナイザーを取り締まるために各地に捜査官を配備。ドギーは地球に拠点を置く宇宙警察地球署の所長なんだわん。性格は冷静沈着。クールだが熱いハートの持ち主であり、私欲のために犯罪を繰り返す下道を決して許さない。デカレンジャーの初期面5人は直属の部下であり、彼らからはボスと呼ばれている。部下たちのことは厳しくも温かく見守っていて、彼らの長所も短所も熟知してるわん。特にチームプレイを重視しており、誰かの力に頼り切るのではなく、各々の個性を組み合わせるチームであれ、そうデカレンジャーたちには言い聞かせているわんよ。基本的に声を荒げて叱り飛ばすことはせず、諭すような口調が目立つが、全くないというわけではなく、怒号の際には文字通り雷が落ちることも。主に怒られる対象はデカレッドの番、デカピンクの梅子であったな。特に5話で梅子が一時的に SP ライセンスを紛失した際や、12話冒頭、これまた梅子が入浴中に緊急出動要請を受けたこともあり、ろくに乾かさないどころかシャンプーもシャンプーハットもつけっぱなし、しまいにはくしゃみした老子に泡が口に付着するなど散々やらかした際が顕著。また先ほども言ったように冷酷非道なアリエナイザーには一切容赦はしない。とはいえ相手に事情がある場合は考慮するなど悪即残な性格というわけではない。何より任務外であれば存在乗りはよく、時に部下たちと共に羽を伸ばす姿も。キューレンジャーで客演した際には同じく犬型の宇宙人であるガルが、ドギーの弟なのではとあらぬ誤解を受けた際否定こそしたものの、直後に少子霊が悪乗りした時に思わず乗っかってしまい、乗りツッコミを披露するといった一幕もあったな。また自分に因縁のある相手であったり大切な人が危険な目にあった際には、普段よりも感情的になるなど、常に冷静な完璧超人というわけではなく、それがかえって人情味あふれる人物だという点を際立たせている。なお要所要所で己の直感で物を言うこともあるわんか。これはドギー自身の経験則と部下の能力を加味した確かなもので、実際超高確率で当たるんだからやばいわん。まあ僕の鼻も優秀だけどわん。そうですね。彼を語る上で外せない人物といえば、やはり白鳥スワンだろう。地球署のメカニックを担当する女性で、ドギーとは旧知の仲、彼のことはブギーという愛称で呼び、ドギーもまた彼女を深く信頼、というよりもそれ以上の感情を抱いていると思われる描写が散見され、それはスワンもまた同様、いわゆる相思相愛の中だ。13話ではスワンが人質になった際、普段より圧的にデカレンジャーを送り出すなど、どれだけドギーがスワンを大切に思っておるか見て取れる。逆にドギーが重傷を負った際にはスワンが寄り添ってたりな。劇中では匂わせ程度で明確な言及こそなかったが、10周年記念作品では、厳しい父のようなドギーと、優しい母のようなスワン、今や若き警察官たちを見守る立場にいるものの、ドギーもまた若かりし頃は現場に出てアリエナイザーを撃滅していた過去を持つ。僕伝星人に伝わる剣に、銀河一刀流の免許改伝者であり、その腕前を持って悪をなぎ倒した実績から、地獄の番犬という異名を持ち、悪人からは恐れられ、警察内部では伝説として語り継がれる存在だわん。決して棒3つの頭を持つ犬のことではないので注意。誰も思ってねえよそんなこと。そしてそんなボスが前線に立った姿が、百鬼夜行をぶった切る。地獄の番犬、デカマスター。ドギーが所長専用のマスターライセンスで強化スーツを着装した姿だ。エンブレムナンバーは100、スーツのデザインも他とは一線を画しており、一目で手だれであると認識できる。戦闘スタイルは哀悼のディーソードベガーを用いた銀河一刀流の剣術。その技量は凄まじく、初登場時には雑魚敵100人をあっという間に切り伏せ、敵の放った銃弾を弾くことで、遠方にあるダイナマイトの導火線を切る。模擬戦でデカレンジャーのフォーメーションをわずか3秒で崩し干渉。これまた敵の放った銃弾を撃ち落とし、挙句にその銃弾で地面に罰を書く。とうとうあげればキリがないわん。
実際あまりにもボスの戦闘力が高すぎて真っ向勝負を仕掛ける敵はほぼおらず、大体人質を取ったり強化ギアを着込んだりして苦戦させることが多い。実は圧倒的な実力に反して戦績自体は五分五分だったりする。ただこれはさっきも言ってた通り人質などで満足に戦えない場合が多いためで、それがない場合はまさに異名の通りに相手を地獄送りにする。そもそも犯罪者側は何でもありの攻撃をするのに対し、警察側は周囲への被害を気にしながら戦わなければいけないため不利になりやすい。故に苦戦するのは必死と言えよう。だからこそボスに対して純粋な実力のみで勝利を収めた連中がヤバい。テレビ本編でたった一人しかいないという。哀悼の D ソードベガはスワンが作成した武器であり、狼を模した唾が特徴。非戦闘時は口が閉じた状態かつ闘神が石化した封印モードだが、使用者の意思と呼応することで口が開き、同時に闘神が光り輝く。この闘神は超音波振動によってあらゆる物質を瞬時に切断することが可能なんだわん。さらにライフル銃としても使用可能で、オールレンジに対応できるわん。普段は当然のごとくドギーが使用するが、有事の際には他者へ貸し出すこともしばしばあり、中でもデカレットに貸し出すパターンが多い。必殺技はざっくりと分けて3種類あり、中でも代名詞と言うべきなのはベガスラッシュ。Dソードベガを脇に構えたままスライドするかのごとく突進し、すれ違いざまに横一線を繰り出す。なお派生技に竜巻を発生させて切り裂くベガトルネードスラッシュがあるわん。銀河一刀流の飛行儀、ベガインパルス。闘神から伸びたエネルギー状の刃で敵を一刀両断する技だ。作中では同じ銀河一刀流の剣士で、弟弟子であるビスケス相手に使用しておったな。そしてこの二つを組み合わせた究極奥義、インパルスベガスラッシュ。映像作品では本人は使用していないが、10周年でデカレットが使用した。なお本人は劇場版の漫画作品で使用してるわん。VS マジレンジャーではその当時マジレン陣営をことごとく圧倒していたウルザードと対峙し、相手側が時間稼ぎ目的だったと敗へ拮抗した勝負を繰り広げている。何が恐ろしいってこれが実戦を退いてしばらくした時点での実力って点だよな。現役時代よりも腕が落ちてると仮定したら、作中純粋な実力差で負けた相手にも勝ってたんじゃないかってレベル。ただし何度も言うようにあくまでボスは司令官。基本的にはデカレースで待機しデカレンジャーに指示を送ることがほとんどで、本人が直々に出動するのは極めて稀だわん。これはそもそもの立場もあり、普段は後進の育成に徹しているため、さっきも言ったがデカレンジャーの真髄はここの得意分野を掛け合わせたチームプレイであり、そこにあまりにもレベルが違いすぎるボスが加わるのはバランスが崩れてしまい、部下たちが自分頼りになってしまう事態を懸念してのことだった。実際にデカマスターが初登場した次の回ではその懸念が現実となっておったな。ドギーの圧倒的な実力を目にしたことで、ボスが何とかしてくれるとチームの気が緩み、本来であればドギーなしでも勝てる相手にも苦戦する始末であった。この時にわざと突き放して本来のチームプレイを思い出させたボスのセリフは必見。惚れましたら抱いてください。みたいな映像になるからやめろ。そういった経緯があるから、ボスが出動するのは自分に因縁のある相手か、明らかに部下たちだけでは手が足りないと判断した時のみだわん。ところで D ソードベガってスワン星って話だけど、銀河一刀流の主要時代にすでに持ってなかったか。ああ、一応あれに関しては説明できなくはない。例えばもともと銀河一刀流に伝わる剣としてソードベガが存在し、それをスワンが D ソードベガとして改良したとか。確かにビスケスが持っておるのはソードアルタイルであれば、ソードベガがあっても不自然ではないか。あとは実は何本もある説。それだけはないな。ほらここに、いつもの流れ。メモリアル D ソードベガ、2023年11月29日にプレミアムバンダイが予約開始、8月末に発送された商品だわんね。待ちわびたぜこの時をよ。これ聞こえるだろ。悪ある限り、おーデカマスターレバスト。生橋のテンション高い歌が、曲調のせいでそうは聞こえない。パッケージには当然のごとく我が愛するデカマスターがデカデカと。ところで全くもって画角に収まりきっておらんのだが、仕方ないだろ。いつも撮影に使ってる机よりも長いんだから。剣自体の横幅が約900mm、よってパッケージは1メートル近いと言っていい。そりゃ収まりませんわな。前面には SPD のエンブレム。あ、ここ運用注意。なんでだよ。いや、はははうっさ。言っておくがな、今日の生橋はオタクだぞ。いつもだろ。開封しました。これは台座ね。飾れるように台座までついてるとはご丁寧であるな。名を開ける時の生橋は鼻息がふがふがしてたぞ。終わる頃には倒れてそう。これは封印モードの時に使用するチェーンだわん。そんなもんまでついてるのか。エンブレムも犬で犬尽くし、犬嫌いは発狂しそう。さあお前じゃん。さあさあ、そして来ましたわこの時が。生橋も喜んでおります。笑い方がヤバすぎて怖い。何言ってんだよ、正気だよ。正気は感じない。正気を感じる。てなわけで全貌がドドン。D ソードベガといえばなんといってもこの封印解除。勢いよく開く様がたまんねえな、おい。台座に飾ってみたわんよ。こうして見ると闘神の反射具合がヤバい。知識ない人間が闘神だけ見せられたら本物と間違えそうだな。俺西洋の剣より日本刀のデザインのが好きなんだけど、D ソードベガって日本刀よりのデザインだから余計に好きなんだよね。へへへ。
以上オタクの声でした。何の時間だったんだよ。チェーンをつけて封印完了。ちなみに5分くらいかかった。なんでだよ。顎の下の差し込み口になかなか入らなくってな。最終的にバキッという怪しげな音と共に入ったけど。それ大丈夫か。しかし封印状態もなかなか見様になっておるではないか。やっぱこの唾の造形が神だわ。この犬だか狼だかわからんわんが、まあ僕の方がイケメンわんね。それはねえよ、諸説。左翼タッカ。封印解除。この勢い最高。あ、ちなみに説明書にもこうやって遊ぶのは危険とかは記載されてないです。解除後のエンブレムは唾の付け根にセットするのか。このパーツは台座と一緒に入ってる、というかくっついてる。ってわけで電池をセット完了。今回はエボルトを使ってみた。エボルトな。それではスイッチオン。はい、光りました。ありがとうございます。やっぱリーソードベガといえばこの光る闘神の演出だな。さあここからはいよいよ音声。まずは封印状態で攻撃ボタンを押すと。このように LED が赤く発光し封印状態の音声が流れる。警告音みたいでかっこいいわん。続いてはセリフボタン。封印状態だと3種類のセリフが流れる模様。初めに聖人ベンジ、観念しろ。今度こそ、正真正銘のデリートだ。これにて一件コンプリート。悪がいるから、俺は切る。侍の魂を教えてやるんだ。はい。初登場時のセリフやベート人会のバンとのやりとりのセリフが収録。作中じゃ二人だけだったけどデリート不許可の会はどっちも個人的に好きだわ。このボタンはなんだ？ BGM ボタンだな。三種類の BGM が収録されてる。ジャスメンタイム。以上、BGM でした。ぶっちゃけ途中録画してんの忘れて全部聞こうとしてた。なんだけ聞き入ってんだよ。さあそれで歯抜こうか。リーソードベガったー。今聞いたよ生の声を。解放状態の音声、まずは攻撃オンボタン。1回目は抜刀音声、2回目以降は攻撃音のパターン A と B を交互に繰り返し、9回目の入力で必殺技音声が流れる仕様。ちなみに今鳴ったのは必殺技音声 A、もう一度同じ動作を繰り返すことで今度は必殺技音声 B が聞けるわん。今のがまさにそうだな。俺としては B の音声のが好きかも。そして長押し。あ、ここからしばし無言です。百鬼夜行をぶった切る。地獄の番犬デカマスター。おおWe'll be right back.
以上、100人切りウィズ生橋のオタクボイスでした。生橋抜きが欲しいな。攻撃音ボタン長押しで100人切りができるわん。と言っても途中のセリフははしょられてるので注意。なお音声が流れている間はどのボタンも反応しない模様。それで破壊法状態のセリフ集、収録数は12種類だ。言いたいことはそれだけか。それだけ言うなら、一発で俺を倒してみろ。俺のハートに燃える火は、悪人どもには地獄の効果。尽くせ、平和のためにペガスラッシュ。ビスケス、師匠との約束は果たせんが、今ここでお前との決着をつける。貴様は勘違いをしている。貴様など所詮俺の敵ではない。それこそが師匠が俺を後継ぎにした最大の理由だ。人類刀流秘技ベガインパルス。いくら鍛えた筋肉でも隙間を狙えば脆いもの。リソードベガ、ベガトルネードスラッシュ。以上が解放状態のセリフ集だ。やはりというかドギーの印象的なセリフが多く収録されてるな。そして攻撃音ボタンとセリフボタンを同時に押すことで、劇中同様ライフルモードに移行する。この状態だと攻撃音とセリフは共に一種類であり、まずはセリフ。間一発だったな。そして攻撃音。まあこっちはメインじゃないしこんなもんだわな。それではいま一度封印。そしてこの剣の使い手はもう一人。これを持っていけ。どうせ。セリフボタンを押しながら電源を入れることでデカレットモードに移行。基本的な部分はデカマスターモードと同じだが、セリフに差異がある。てなわけで聞いてみよう。リソード、ベガ。エリート不許可だ。よかった。ご先祖様の人を見る目は正しかったんだ。安心してよ。140年前から比べたらこの町は変わったかもしれないけど、今の人たちだって古い時代のいいものは守ろうとしてるから。やはり印象的なデート人とのシーンのセリフが収録されている。バンバンは銃がメインの番であるが、赤座剣法の使い手であり剣技も卓越しているのがわかるな。そして解放状態のセリフ集。赤座剣法雷神剣インパルスペガスラー。いつまで寝ぼけてんだお前。どんな時もキラキラしてた俺の相棒はどこ行った。もっとシャープでギラギラしてんのがお前だろ。このディーソードベガの刃みてえによ。ディーソードベガス。法人役の林氏の音声まで実は収録されてたりする。地味にいろんな役者さんの音声入ってるわんね。というわけで今回はここまでだ。どうだったお前たち。生橋は興奮しすぎて汗だくだったぞ。なかなかのクオリティだったな。ちなみに世界一のドギーファンで有名な稲田氏はとりあえず日本買ったらしい。相変わらずキャラ愛がすごい。ところで一つ言いたわん。オードした。僕今回ゲストとしていたわんが、ぶっちゃけいる必要あったわん。まあ別段いてもいなくても冷却水かけてやるわん。そんなことしてみろ。今や俺の手にはディーソードベガがある。つまり俺は地獄の番犬ってわけさ。うぷ主、それは違うぞ。貴様はどっちかというと猫かだ。地獄の番病。なんか弱そうだからやだ。てか俺人かなんだわ。